関西学生サッカーリーグ最終戦、後期最終戦ということで、これから関観戦ということで今選手、ウォーミングアップしております。場内では選手紹介ということで関西大学のスターティングメンバーが紹介されております。山田、キーパー山田、ディフェンダー吉村、木村、大西、桑原、ミッドフィルダー真田、和田、宮川、村井で、フォワード2枚が堀、前田、龍大というスタメンとなっております。前の試合で、京都産業大学と阪南大学が2対2で引き分けたために、関西大学の優勝は非常に厳しくなったと。でこの関観戦に勝てば、阪南大学に勝ち点は並ぶんですけども、得失点差で非常に厳しいということです。で、関西大学関観戦で引き分け以上であれば2位が確定するということで、ここでしっかりと2位を獲得してですね、決勝リーグから出場といきたいところです。勝ちましょう。ゴーカイザーズ。デイトール関観戦、お前絶対、関内1アンダーって、まずはピッチで 100% 出すんで、ピッチとスタンド1アンダーって絶対勝ちましょう。今日も熱い応援よろしくお願いします。気をつけて。ピッチとスタンド一体感出して絶対勝ちましょう。行ったー。
時間ないから。ナイスよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。関西大学の前田監督です。関西学生サッカーリーグ後期の最終戦ということで、カンカン戦という行われましたけど、1対1ということで引き分けましたけども、関西大学2位で、インカレ出場ということで、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。まずどうですか、今日カンカン戦ということでしたけど、試合振り返って。そうですね、今日はカンカン戦ということで、前期の 1-2 の対決という大きな、舞台だったんですけども、自分たちが、優勝が、消滅した、ほぼほぼ消滅したような状態でのゲームだったんで、気持ち的には難しい部分もあったんですけども、大きな舞台で、観客もたくさん入った中でできてよかったです。なかなかゲームではうまく、得点であったりとか、攻撃の部分は出せなかったんですけども、それは1年間、今年多かった現象なので、そこら辺はインカレまでにちょっと、改善できたらなと思います。はい、で0-0 で迎えた後半、一発、クロス入れられて、先制されましたけども、その後、三木選手がよく、あと戸澤選手が、よくパスカットしてというゴールシーンでしたけども、同点大きかったですね。そうですね、あれハイプレスというような守備なんですけども、それは、今週の練習でみんなで、合わせてましたし、ミーティングも重ねながらやってたんで、あれで得点をしようというところは一つあったんで、狙い通りだと思います。で、三木選手も、結構キーパー1対1になって、結構躊躇する場面でもあったんですけど、落ち着いて決めましたよね。そうですね、キーパーよく先に倒してからゴールに流し込んだなと思います。で、本当にこれが値千金といいますか、もう関西大学引き分け以上で2位が確定するというところで、負けてたら3位と、これ大きな違いだったんですけど、この辺というのはどういうふうにこう振り返られますか。やっぱり、リーグ優勝したかったっていうのはあったんですけども、2位しか、現実的に難しいという条件の中で2位は確保したいなと、インカレの予選からというよりは、インカレの決勝ラウンドから参加したいなというふうに思ってたんで、そこがかなって良かったですし、それを狙いに行って、しっかり取れたっていうのは、選手たちが、我慢しながら守備をしてやった成果だと思います。で、リーグ戦振り返ると、関大としては通算11勝4敗7分けの勝ち点40というところで2位だったんですけども、どうですか、こう全体こう今年1年のリーグ戦振り返ってというところではどういうふうに思いますか。まずは2部であったりとか、去年下位に沈んでたチームが、注意とか、上位のチームを食って
振ったりとかするような現象が起こって一部全体がなかなか混戦だったなという印象です。なので勝ち点的にも突出したチームがなくて、まあ落ちてしまった、2部に落ちてしまったチームはなかなか勝ち点取れなかったんですけども、1位から9位、10位ぐらいまではかなり勝ち点を稼いだ、まあ、リーグ戦だったので、まあ、どん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 レベルが上がってきているのかなという印象です。で、まあ、関西大学でいうと、まあ、後期だけでいうと、まあ得点と失点ということでは得点が11点で失点が15というところでちょっと後期こう得点力といいますか、1試合に平均1点という形だったんですけどここは一つこう今後インカレに向けて改善が必要なのかなと思うんですけどどういうふうに見られますか。そうですね、去年百田が1人で20点取ってたっていう、うん、まあ、そこで大きな穴ができてなかなかそれを補填できる選手がいないのが現状なので、うん、まあ、選手たちが一番悔しいと思うんですけども、うん、まあ、そこら辺最後のフィニッシュのところは個人のところに、かかるところも多いので、まあ、そこら辺を悔しさをしっかりゴールに届けてほしいなというふうに思います。なるほど。で、まあ、ゴールするまでのこう、まあ過程といいますかそのどういうふうにこう組み立ててゴールまで持っていくんだというのは、まあ、今日一つハイプレスでの、まあ、守備というのもありましたけども監督としてはどういうふうなことをこうやっていきたいというところはありますか。ペナルティエリアの近くまでは、うん、まあ、大体準備とかできたりとか、うん、できるしたりはできるんですけどもやっぱりフィニッシュが決まるのってペナルティエリアの中なんで、うん、そこはめちゃくちゃ混雑してるカオスの状況なので、うん、やっぱり状況判断選手一人一人の状況判断によるものが大きいので、まあ、そこら辺は、ね、やっぱり選手が、練習から培っていかないかったらダメですしやっぱり上に行く選手っていうのは、うん、最終的には個人でどうにかしてしまうというところもあるんで、うんうんうん、上に行きたいんであれば、まあ、選手一人一人が、まあ、そういう悔しい思いをちゃんとそこのところでつなげていってほしいなと思います。うん、なるほど。で、まあ、守りで言えば、まあ、非常に守備力が硬い部分もあったんですけどもちょっと大量失点があったと、まあ、阪南大戦、大体大戦6点4点と取られてそういう試合がちょっとあったとこの辺のこう守備への課題といいますかどういうふうに見られますか。そうですね、もう失点重ねてしまった2試合っていうのは関西らしくないんで、まあ、ここは本当に0か、うん、もしくは1で抑えられるようなチームになっていかないとダメですし、まあ、今年は点が取れてへん分そこの守備っていうのはもっともっとそこに、失点数のところにこだわっていかへんかったら勝ち上がれないんで、うん、まあなかなか難しい難題ではあるんですけども木村中心にもっともっと奮闘して自分たちの目標設定をもっと高く持ってやってほしいと思います。うん、分かりました。で、監督もおっしゃった通り、インカレの決勝ラウンドグループステージからの出場ということで、まあ、予選の一発勝負がないというところなんですけど12月14日からスタートします。まあ、1ヶ月ありますけどもどういう形でこうチームを持っていってというところは何かありますか。まずは怪我人が多かったんで、うん、しっかりインカレに向けて怪我人が回復するように、それぞれが努めてほしいので、まあ、そうやって帰ってきた選手たちとしっかり練習試合を積み重ねて、うん、やっていきたいなと思います。うん、で、まあ、川島選手が、ね、しばらく出てないですけども川島選手はもうインカレからいけそうなこう感じですか今現状では。そうですね、もう練習も少し参加しますし川島もそうですしあと4人か5人ぐらいやっとレギュラークラスが帰ってきた現状なんで、うんうん、その選手たちが、まあ、1ヶ月ぐらいしっかりトレーニング積んで、うん、インカレには万全の状態で出てほしいと思います。なるほど、わかりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。三木選手です。カンカン戦ということで1対1ということで、まあ、引き分けましたけども関西大学2位ということでインカレ出場決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、そうですか。まあ、今日途中出場ということでしたけども、ゴールを決めてというところがありましたけども、こう全体振り返ってどうでした。まあ、なかなかチームとしてパフォーマンスが良くない中で、うん、まあ、今日久しぶりに自分が試合に、まあ、絡める、状況だったんで、まあ、何か結果のそうっていう感じでましたし、まあ、今シーズン自分の中で得点っていうところが取れてなかったんで、まあ、今日こう得点っていう形でチームに貢献できて良かったです。うん、
で、まあ、前半はベンチスタートということだったんですけども、まあ、どういうふうなこう試合で形でこう試合を見てました前半というのは。感覚っていうのは、まあ、チームとして、まあ、パスサッカー主体で後ろからつないでくるチームで、うん、まあ、前さんからもミーティングであった通り、まあ、ハイプレスに行けば、うんうん、まあ、チャンスになることもあるっていうミーティングもあったんで、まあ、そこは一つ狙い目でしたし、うん、それがうまく、まあ、得点っていう形になってよかったかなと思います、うん、なるほど。で後半13分だったと思います。宮川選手と交代して出場しましたけど、まず1点取られてという中で35分、戸澤選手がまあハイプレスかけてパスカットしてからの、あれよく落ち着いて決めましたよね。振り返っていただけますか。そうっすね、まあ、レオがボール奪って、まあ、もらったら、まあ、自分フリーだったんで、うん、まあ、読んで、まあ、いいパスくれたんで、最初ワンタッチ打とうと思ったんですけど、うん、まあ、思ったより自分がフリーだったんで、まあ、左足に持ち替えて落ち着いてキーパー見て、うん、逆つけたかなと思います、うん。そうですか、まあ、久しぶりに試合に出て久しぶりにゴールを決めました。まあ、気持ちとしては非常に良かったと思いますけど、どうですか振り返って。そうですね、マジで自分の中で久しぶりのゴールでしたし、ね、うん、まあ、でもチームが勝てなかったのが、うん、まあ、ちょっと悔しい結果とはなりましたけど、うん、まあ、久しぶりの得点で良かったです、うん、なるほど。で、まあ、メッセージは 2,3 試合このちょっと怪我の影響があってちょっと出れませんでしたけど、まあ、復活してきてというところ、これ非常に明るい材料だなと前田監督の方もおっしゃってましたけども、いかがですか実際こう、まあ、試合に出てピッチに出てと久しぶりに出ましたけど、その辺サッカーできる喜びみたいなのもあったんじゃないですか。まあ、出てない期間で、うん、まあ、チームなかなか勝ってない状況について自分の中で結構、まあ、悔しい部分もありましたし、うん、まあ、ピッチの外で見る寛大とやってる寛大っていうのは、まあ、こう応援してる立場してもらってる立場は非常にありがたいですし、うん、まあ、こうピッチに出れてる選手として、まあ、全力出さないと、まあ、いけないなって改めて感じた期間でした、うん、なるほど。で、まあ、一つ中盤として、まあ、本当に、ね、司令塔といいますか、まあ、その辺を担ってもらう選手なんですけども、ですが今シーズン、まあ、リーグ戦振り返って、まあ、今日で終わりましたけども、まあ、自分がこう思い描くような攻撃だったり、あるいは守りの時もありますけども、なんかそういうことをこうできてるなという感じなのか、どうですか実際やって。そうですね、まあ、チームとして、まあ、守備の部分は、うん、やっぱりセンターバック、サイドバック、守備陣含めてチームとしては、まあ、いい形はできていると思うんですけど、うん、やっぱ攻撃のバリエーションだったり、うん、まあ、セットプレーが多いんで、まあ、流れの中でこう、うまく自分含めてボランチからどんどん、まあ、背後に出ていったり、まあ、いいパス通したりとか、うん、そういうゲーム作っていくっていうところで、まあ、攻撃ではもうちょっと、まあ、インカレに向けて練習頑張っていかないといけないなと思います。なるほど。で、まあ、今日引き分けて決勝ラウンドのグループリーグからの出場ができると、はい、これ負けてたら予選一発勝負があってのっていうところで非常に大きかったかなと思うんですけども、どうしよう、1ヶ月ちょうど調整期間がありますけども、こう個人的あるいはチームとして、まあ、どういうところを一番こうブラッシュアップして、まあ、目標は当然日本一ということだと思いますけども、どういうふうにやっていきたいですかこの1ヶ月は。まあ、リーグでできなかったことってまず考えたときに、やっぱ攻撃のところが一番大きいと思うんで、うん、まあ、得点の部分にもっとこだわったり、あとはやっぱ守備が点取られなければ、まあ、負けることはないんで、うん、まあ、そういうところも守備の部分ではやっぱ絶対にやらせないっていうところと、攻撃ではバリエーションを増やして得点パターンとか作っていけたらいいかなというふうに思います。うん、で、まあ、ズバリ、まあ、インカレに向けて意気込みを最後お願いします。まあ、こう5大会連続で、うん、まあ、初戦敗退で、まあ、自分も悔しい経験たくさんしてきてるんで、まずは、グループリーグ、絶対に勝って、まあ、この1年生から悔しい思いしてる分、まあ、絶対やって勝ちたいと思います。木村キャプテンです。関西学生サッカーリーグの最終戦ということで、カンカン戦行われまして1対1と引き分けで関西大学2位が決定しました。でインカレも出場です。おめでとうございます。まずカンカン戦、まあ、勝って終わりたかったという気持ちあると思いますけど、いかがでした。
はい、まあ、カンカン戦、まあ、観客動員とか、うん、まあ、いろんな人が、動いてもらって、こうやって、最高の舞台で、まあ、カンカン戦できたは、うん、もうほんまに感謝の気持ちいっぱいなんですけど、まあ、そこで、まあ、勝てば、ほんまに、嬉しかったんですけど、まあ、引き分けっていうところで、まあ、悔しい気持ちでいっぱいですね。うん、でこの試合の前の試合で阪南と京さんがやって、そこの勝敗によって、いろいろ関大が優勝があったりなかったりみたいなところあったと思うんですけど、どういうふうにこう試合を見て、どういうふうなこう気持ちで今日挑んだのかというのを教えてもらいます。そうです、まあまあ、自分たちの前の試合で、まあ、自分たちの結果とか順位が決まるっていう中だったんですけど、うん、でも、まあ、自分たちは、そのカンカン戦というところで、うん、まあ、伝統ある一戦なんで、まあ、そこはもう絶対勝たなあかんという話をして、うん、まあ、前の自分たちの前の試合がどういう結果に転ぼうが、まあ、自分たちのやることは変わらんし、まあ、勝利を目指してもやろうという話は、ミーティングからしました。うん、でね、まあ、カンカン戦の時だけに着用する、まあ、レッドのユニフォームということで、まあ、これ最後の着用に木村選手にとってなるのかなと思いますけど、いかがでしたか、まあ、そういう意味では最後のレッドの。そうですね、まあ、結構自分は結構カンカン戦、下級戦の時からあんま出ることがなくてあんまり縁がなかったんですけど、うん、去年の3回戦の時に初めてカンカン戦出してもらった時に、うん、まあ、いつもの志向のユニフォームとはまあ、また違うなっていうところと、やっぱりカンカン戦っていうところでやっぱ、両校のプライドがぶつかる試合で、うん、やっぱりいつもの、リーグ戦とは一味違った雰囲気が、あって、まあ、楽しい一戦やったなというふうに思います。なるほど。で、まあ、前の試合で、まあ、関西大学が引き分け以上で、まあ、2位ということが決まる、2位と3位はまた全然違うので、どういうふうに入り方も難しかったかなと思って、どういうふうにこう戦おうというところはありました、何か。まあ、そうですね、まあ、観客動員とか、まあ、いろんな人が見てくれてるっていう舞台で、まあ、自分たちが躍動した姿を見せようっていうところで、まあ、試合に入ったんですけども、うまく入れずに、まあ、試合が続いたなっていうふうに思います。うん、なんかこうどっかでこう引き分けでも、まあ、いいかみたいな気持ちは、まあ、なかったと思うけど、どうだったの実際こう。まあ、自分はほんまになくて、うん、ほんまにもう勝ちたいっていう気持ちが一番あって、うん、もうカンカン戦で、まあ、優勝があえて難しくなった状況ではあるんですけど、うん、でもやっぱりカンカン戦勝てば、その今まで関内で応援してくれてる人とか、まあ、今まで支えてくれてる OB 王子の方々がもう喜んでもらえるんで、うん、まあ、そこに、まあ、自分はフォーカスしてやってたんですけど、でもやっぱどっかでその引き分け以上でもいけるんちゃうかっていう雰囲気があったかもしれないっていうところは、まあ、反省かなっていうふうに思います。なるほど。後半も30分でしたと思いますけども、左クロスから入れられてと、左から入れられたと、ちょっとここでヒヤッとしたかなと、これ負けたら3位になっちゃうぞと、どうでしたか心境的には。まあ、自分の心境的には、うん、結構、まあ、結構これ失点した時に結構苦しいかなっていうふうに思ったんですけど、でも周り見たらやっぱり、まあ、応援してくれてるみんなはやっぱ前向いてましたし、うん、ピッチに立ってる、まあ、自分らがそんな下向いてる場合じゃなかったんで、まあ、自分はその下向いてる選手とかにも声かけて、もう絶対に点取りに行こうっていう声かけは、うん、したつもりですし、うん、まあ、それが、まあ、ああやって、1点、自分たちの1点のところにつながったのかなというふうに思います。うん、なるほど。まあ、その1点が、まあ、35分ということで、まあ、三木選手が生み出すわけですけども、まあ、ハイプレスかけて、まあ、戸田選手がよくバブルカットして三木選手も落ち着いて決めました。どういうふうに見ました。まあ、ほんまに、前線からのプレスで相手のパスミスを誘うというのは、うん、まあ、今週ミーティングのところで重ねてきたところの成果が出たと思いますし、あそこをしっかりやっぱ陣太が決めきてくれたっていうところは、うん、まあ、ほんまにチームが助かる1点やったかなというふうに思います。うん、で、まあ、引き分けで終わるということで、まあ、1対1勝ち点40というところですけども、ちょっと後期だけの話になると、後期得点11得点で失点が15というところなんですけども、後期少しこう得点力というのが一つ課題なのかなと思うんですけど、この辺はどういうふうにこうディフェンダーとして見てました。そうですね、得点力のところはやっぱ今シーズン始まってからもう1年間もうずっと、まあ、言われ続けているところであって、まあ、今で言えば、堀颯太とか、まあ、戸澤怜央とか1回戦の選手が多く出るところがあるんですけど、うんうん、でもやっぱり1回戦やから点取れへんとか、やっぱそういうのはやっぱ関係ないと思うんで、その得点力のところはやっぱりそのフォワードで出る以上、まあ、何回生であろうが、まあ、点取っていかなあかんと思いますし、うん、まあ、逆に、後期のところで失点が多くなってしまったっていうところは、まあ、自分含めた最終ラインとキーパーとかそういうところの責任になるんで、うん、まあ、そういうところは、インカレまで約1ヶ月あるんで、そこの、
求める基準っていうのは、最終ラインの、まあ、自分たちが上げていって、で練習のところから守備の強度を上げれば、攻撃の得点力のところも改善につながるのかなっていうふうに思うんで、もう本当に練習のところからやっていかなあかんなっていうふうに思います。うん、なるほど、まあ、守備からリズムを作っていくようなこうイメージなんですね。そうですね。うん、なるほど。で、まあ、おっしゃった通り、インカレには決勝ラウンドのグループステージからということで、一発勝負がまず ないと。これ2位、3位だったら一発勝負からスタートだったんですけども、まあ、そういった意味で非常に大きかったのかなと思います。でどうでしょう、まあ、本当1ヶ月役ありますけども、まあ、全員サッカーで日本一とずっと言ってます。あえて聞きますけど、インカレに向けての目標ズバリ教えてください。もう日本一の A 一択ですね、うん、もうそれだけだということですね、はい。まあ、一番何がこう必要だと思います？それにはもうほんまにピッチ上に立つ自分らの11人の力がもう一番必要だと思いますし、うん、もう応援の力はもうほんまにこの1年間も、うん、見に来てもらった方とか分かると思うんですけど、やっぱ応援のしてくれてるみんなっていうのはすごい、もうどこの大学に負けへんぐらいの応援してくれてるし、うん、もうそういうところはほんま申し分ないと思うんで、もうピッチに立つ自分らがあとはもう結果を残すだけだと思うんで、もうそこに尽きるかなというふうに思います。わかりました。お疲れ様でした。